大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境就阿米的阿米秀，每天一分钟为你分析跨境电商最新消息。大家好，欢迎回到看跨境就阿米的阿米秀，我们继续为你分析跨境电商最新的商业更新。那我们继续呢，再去做日本跨境电商的专辑。今天呢，我们很开心连线到了另外一位日本的本地嘉宾。那他呢，他的这个简历就很辉煌，我必须要拿着读啊。这个2011年毕业于日本的知名学府早稻田大学，然后进入了日本乐天集团的市场事业部。2014到2018年分别任大阪、神户、京都、关西的这个日本乐天市场的时尚品类及饮食品块的地区经理人。2008年就成为了日本乐天最年轻的部长。后面呢，自己创业了这个 Offbeat 的这个公司。那现在是一个创业者。欢迎我们 Offbeat 的创始人高桥健，高桥长，高桥长你好。你好。我看到了这个简历啊，非常的惊讶。然后在你可以简单一下讲讲你自己吗？自己紹介簡単に言ってもらっていいですか？はい、株式会社オフビートの高橋健と申します。もともと今32歳で、楽天で10年働いていました。で、楽天では、9年ほど、楽天市場で、e コマースをやっていて、最後の2年で、楽天市場の、ファッションや食品の全国の、を管理してた立場で、部下が100人ぐらいいてやらせてもらっていました。はい、で最後の1年で、楽天モバイルという新しい携帯キャリアを楽天が今作っていて、ドコモと au とソフトバンクに変わる新しいサービスを今作っていて、そこの、アンテナの、設置を行う新しい事業に関しても、社長とか副社長と一緒に、全国を見て、サービスローンチまで、やっていきました。はい。で、その後独立をしたんですけれども、独立をした時も、実際にいろんな、ネットショップのお店と関わっていく中で、やっぱそのネットショップの人たちが頑張って売り上げを伸ばしていく中で、お客さんに喜んでもらってる、姿を、やっぱり近くで見ていて、その、同じことが自分たちもできればなと思って、会社を作った形になります。はい。以上になります。好的、非常谢谢非常谢谢高校长，这个我听下来其实是一个非常诚恳的一个创业者的一个感言啊。其实这个 Offbeat 它其实在整一个日本电商或者说本地的一个市场，它是在发挥一个什么样的作用？然后你们是提供什么样的服务给谁去做一些什么样的事情呢？はい、今 Offbeat は3つの事業をやっています。1個目は EC のコンサルティング、楽天とか Amazon とか Yahoo とか。あと公式サイトの売上を上げるためのアドバイスをしている仕事が1個目です。で今始まって1年で約50社さんぐらいの取引をしていて、そのうち10社さんぐらいは10社は楽天市場でもショップオブザイヤーを取っている企業さんで、結構大きいところも含めてやらせてもらっています。2つ目の事業に関してはインフルエンサーマーケティングで、僕らが、インフルエンサーのプラットフォームを持っています。で、会社さんが、インフルエンサーにいろいろ商品をどんどん投稿してもらうときに、広告費をもらったものに対して僕らが、約1万人弱のインフルエンサーがいるので、その人たちとつなぎ合わせてマーケティングをしていくということもやっています。うん、でそれも、始めて、3、4ヶ月でもう4、50社さんぐらいになっています。はい。で3つ目に関しては、プラットフォームの、を会社さんと一緒に作る動きをしています。でプラットフォームって何かというと、例えば、いろんなラーメン屋さんが集結したラーメン屋サイトとか、あとは、今日本の運送会社のヤマトとも話をしてるんですけど、兵庫県のヤマトと連携をして、兵庫県の、ケーキだけの洋菓子のサイトを作って、即日配送するようなプラットフォームを一緒に作れないかとかっていうところを今一緒に考えて、プラットフォームを作るシステムとかページとか集客とかをどうしていこうかっていうのも話をしています。で、ヤマトの部分だけはちょっと今話しちゃったんですけど、あんまり言っちゃいけない話。すごいすごい。いろんな相談はやっぱりテレビとかでラーメン出たりするので、相談されたりすることが増えてます。非常的棒，非常的优秀。从我看来的话，这个高校长你是一个
非常有精力，而且思想非常的开放又收得回来的这么一个人。我的第一个问题啊，您刚刚提到了三个点，一个是针对亚马逊跟乐天的营销这一块的，第二个是关于网红的，第三个是一个你的一个新计划嘛。关于你的第一个项目 Amazon 跟这些其他的平台的这些，你的客人里面都是日本本国的这些商家吗？是否有一些来自于中国的商家？因为我们所知道很多中国的商家也想在日本去做更好的这种产品跟服务给日本的消费者，但是他们一直做的不是很好。你们有去服务这样的中国的商家吗？中国のお客様もいます。例えば、今もやってる、例えば、花印さんっていうコスメのお店とか、あとは、まあ、楽天で中国の方で出店してゼロから大きくなった会社さんとかたくさんやらせてもらってます。5、6社、まあ、結局人はつながってどんどん大阪に住んでると中国の方も多いので。非常棒，非常的优秀。那我的一个问题就来了，既然这个高校长你本身已经在服务这个有中国的品牌商了，那从你的角度看，现在你所接触到的，像刚刚佐藤厂也提到你们有很多的中国的朋友，从你的角度看，现在在日本去做电商的中国商家跟已经在日本做的商家，他们在思维模式啊还是运营手法上面有什么样的相同点、有什么样的不同点吗？2個あると思います。で、1個目に、有两个。で、1個目に関しては、なんだろう。中国の経営者とそもそも日本の経営者での大きな違いがあって、何か今後儲かっていく、要はサービスとか可能性が出てきた時の投資のやっぱり金額が中国の方がやっぱり多いと思います。で、日本の会社はどうしても日本の文化のせいかもしれないですけど、やっぱその投資をする前のそのリスクの部分の方をやっぱ気にすぎてしまって、何かチャンスがあってもスピード感がやっぱり中国の経営者の方が早いっていうのがやっぱ大きな違いで、あともう一個が、そもそも中国にやっぱり工場、どのジャンルでも工場とか、商品のやっぱり製造元が中国のことがやっぱり多いので、日本のやっぱ会社が販売するときにはやっぱりたくさん間に問屋さんとか貿易会社挟んで販売しなければいけないので、やっぱり販売する力も中国の人の方がやっぱり強いかなと思います。从这个角度看，其实跟我们一直分析的这个中日跨境电商其实还是比较典型的，就是相对来说日本商家保守一点，跟供应链相对远一点，中国商家相对会猛一点，比较勇敢一点，比较激进一点，然后日本对供应链会更近一点。